皆さんこんばんは。明るく楽しくマニアック指揮作曲の徳岡直樹です。さて今回は過去動画の復活、いえ新たに制作し直したものなので完全リメイク版ですね。加えて内容も相当に新しくなっています。はい、今回は1950年代にフルトヴェングラーがウィーンフィルを指揮したベートーベンの大工についてお話ししたいと思います。今や全部で13種類の録音が公開されているフルトヴェングラーベートーベン大工の全曲、ウィーンフィルとの演奏は5種類の演奏を CD で聴くことができます。しかしウィーンフィルとは言っても今回は1942年4月のウィーンでの大工第3楽章だけが残されている。しかも4分くらいずつしか入らない音を刻み込んでいく音盤を取り替える部分が欠けているこの録音は省略しましょう。というのもフルトヴェングラーのベートーベンの大工残されている録音って面白い傾向があって、戦中戦前はベルリンフィル、そして戦後は客演歌ウィーンフィルのものばかりで、戦後のベルリンフィルとの演奏って全然ないんですよね。先ほどディスコグラフィーを見てみたんですが、私がフルトヴェングラーを聴き始めた頃はウィーンフィルとの大工ライブ聴くことができたのはわずか3種類だけで、当時はまだいくつか未発表の録音、そして存在さえ知られていない録音というのがありました。それにかつてフルトヴェングラーとウィーンフィルの大工といえば1951年1月6日から10日の間の録音、これ録音の素性がよくわからないんですね。残されている音源にもいろいろ問題があるようです。今では一応それらしく聴ける CD もありますね。その後は1952年2月ウィーンフィルのニコライ、あのウィーン座の陽気な女房たちの夫ニコライですよ。ウィーンフィルの育成に功績があったということで、今でもニコライの記念演奏会というのが続いています。そして1953年5月末のライブがあります。これもまた1970年代中盤にプライベート版、ヒストリカル系のマイナーレーベルでレコード化された。日本でもレコード化されていて、この3つの録音の中では一番広く聞かれていた論言だと思います。私が東京に出る頃、いえいえ留学する時でもこの3つしかありませんでしたよね。そしてこの後2000年でしたけれども、やや唐突に1951年8月31日ザルツブルク音楽祭でのライブがオルフェオから CD 化されました。あの有名なバイロイトの大工のちょうど1ヶ月後の演奏なんです。これまた後でお話しますけれども、バイロイトライブの大工にはちょっとぎこちないところがあるのに、1ヶ月後のウィーンフィルトの演奏ってさすがと言いますか、寄せ集めのバイロイトのオーケストラとは違ってフルトヴェングラーのスタイルや音楽の流れ運びを知り尽くしていますから、全体的に聴いてまさにフルトヴェングラー調の名演奏になっている。その後さらにダメ押しのようにちょっと変わった珍しい音源が公開されました。これまた有名かつ厄介な問題点、特徴のある1953年5月末のもう一つの録音です。というわけで現在5種類の全曲演奏を聴くことができる。そしてこれらは演奏されている年代も近いです。1951年から53年2年ちょっとの間に演奏されている。そしてものによっては数日違い、もう昨日今日で演奏録音されたものもある。そうなると聴き比べの楽しみも増えますよね。あ、だからといって今回は決してこれらの中から代表的名演を選び出すとか、ウィーンフィルトのベストの大工はどれかという話ではないです。まあ結果的にそうなるかもしれませんけれども、やはりフルトヴェングラーファンならば全部の録音を聞いてほしい。全部の録音に聞きどころがある。例えば私が今日ウィーンフィルトの大工だったら、まずこれを買ってくださいと言ったとしても、それは皆さんの感性に合わないかもしれない。仮に私が1952年ニコライの大工をまず最初に聞くべきだと言ったとしても、ひょっとしたら皆さんの波長に合うのは1953年5月の演奏かもしれない。まあこれはいろいろあります。そう言っていてはキリがないですし、いつも通りにお話ししていきましょう。というわけで今日は久しぶりのフルトヴェングラー解説です。それでは、さてもう今日はベートーベンの大工の成立事情や音楽的な意味合いについては省略しまして、フルトヴェングラーの演奏を中心でお話ししたいと思います。大工についてはこれまでいくつかの動画でお話ししておりますので、ぜひそちらの動画をご覧ください。確か1937年のロンドンでの演奏、1942年大戦中のベルリンでの演奏、そしてもちろんバイロイトの大工、それも2つですよ。
さらにルツェルンの大工、あ、結構動画にしてるんですね。ぜひ動画説明欄をご覧ください。さて、本当に絵に描いたように戦前戦中のフルトヴェングラーの大工はベルリンフィル、戦後はウィーンフィルで複数の演奏を聴くことができるんですが、ではその違いってどういうものかというと、これはオーケストラの違いもさることながら、何よりフルトヴェングラーそのものの変化、演奏された時代による違いの方が大きいのかもしれない。やっぱり戦前戦中の演奏にまず聞こえてくるものが活気であったり、徹底した壮絶さであったりするのは大工に限らず、フルトヴェングラーの他のレパートリーでも同じだと思います。そうなると晩年のフルトヴェングラーの演奏で全体的にテンポが落ちてくるという特徴はやっぱり否定できない。まあ例外もありますし、フルトヴェングラーはもともとオズオズ開始の演奏が多くて、まるで手探りのように曲が始まり、音楽そのものの高揚感に伴って演奏にもどんどん力がみなぎってくる。響きのキャラクターも変わったり、目に見えてアンサンブルが引き締まってきたり、どんどんテンポが上がっていくという特徴は戦前の演奏からすでに感じられましたよね。そして戦後になると、1952年、53年、54年のそれぞれ大病、その復帰のたびにフルトヴェングラーの演奏は基本のテンポがゆったり気味になっているというのは確実にあります。それだからというわけではないんですが、例えば1950年、1951年というのは私個人的にフルトヴェングラー演奏の傑作の森だと思っています。体温の高い、ボルテージの高い、ドラマティックな演奏が多い。ドラマティックといっても大戦中の演奏のような激高というのか、向こう見ずな突進型ではなくて、テンションの上げ方というのがテンポだけではなくて、例えばフレーズの歌い込みがより一層徹底したパワフルさを持っている。テンポの問題だけではないんです。ただどうしても表面的にテンポが速い遅いとか、音が大きい小さいというのはまず耳につきやすいですから、それにばかり気を取られがちですよね。さて、そんなことも考えながら、戦後1950年代のフルトヴェングラーのウィーンフィルトのベートーベン大工を聞いてみましょう。はい、まず1951年1月6日7日8日10日のコンサートの録音。独唱はゼーフリート、アンダイ、パツァーク、エーデルマン。オルセンのディスコグラフィーによると、ベルリンの個人アーカイブに保管されている録音だそうですが、1970年代中盤にレコード化された音源です。細かい事情は後回しにして、まず演奏の特徴をお話しますと、これかなり抑揚激しく、テンポの運びもくっきりとした良い演奏だと思います。特徴的なのは第一楽章後半の盛り上がりが実に激しい。大戦中のベルリン版とは違うんですけれども、相当にこれ息を呑む運びです。これは聞いてて、あ、こう来なくちゃという凄みが伝わってくる。第二楽章も大変勢いのある演奏です。テンポはフルトヴェングラーのものですけれども、リズムのキレがいいですね。今回の5種類の第二楽章の基本テンポを聴き比べるだけでも、かなりの違いが聞けると思います。そして第三楽章、弱音の扱いが見事ですね。エスプレッシーボ、旋律の歌い口、全体のまとまり、聴いていて、ああ、いい音楽だなぁと思える。それに EMI のバイロイト版と違って、木管楽器のチューニング、ピッチですね、これがずっと安定している。危なっかしくないというか、安心して聴いてられるんです。まあこれもピッチが不安定だということと演奏の音楽的魅力というのはまた別なんですけれども、第4楽章もくっきりとした名演です。何が違うんでしょうね。フルトヴェングラーのこう自分についてこいっていう牽引力かな。晩年になるにつれてそれが力が抜けてくる。これは統率力が衰えたというのではなくて、指揮者が目指しているもの、重要視しているものが変わってきたり、少ないエネルギーでオーケストラをコントロールできたりする。そうなると結果としてオーケストラが出す音も主に響きの生まれ方というのが変わってくる。これも単純にいいとか悪いとか言えない問題です。それでなくても、この晩年の2年間の大工は、フルトヴェングラーが65歳の時から67歳の時の演奏ですから、さて、その間の変化がどのくらいのものだったか、そして変化があったとしたら、その要因は何だったのかっていうのは、やはり興味深い点だと思います。
今回私50年代のこのいくつかのフルトヴェングラーの大工を聞き直して一番手応えがあって改めて見事な演奏だなと感じたのはこの1951年1月の演奏でした。しかしこの録音個人所有個人所蔵の音源テープだとかでどうも当初は状態も良くなく部分的になんと EMI のバイロイトの大工が接続に使われているようなお粗末な状態でレコードになりました。当時はこれしか聞く手段がなかったんですから、まあ仕方ありませんが、多少音が良好になって、より一層この演奏の把握がしっかりしたものとなったのは、イタリアチェトラの FE シリーズのレコードが出てからですね。ここでかつてよりはずっとしっかりした音になりました。で、チェトラからは CD も出ました。そして今ではこのオルフェオボックスかな、新 P の林さんによると ORF オーストリア放送協会の前身であり当時のソ連管轄放送局ウンチャラカンチャラが共同収録したオリジナルと思われるテープから CD が発売されたということになっていますが、私これ聞き比べてみたところ正直なところこれまでで一番しっかりしていたチェトラ版 CD をさらに磨きをかけたような音で、まあ、これはこれでいいんですけれども私個人はこのチェトラ版が力強く聞こえるかなと思った。オリジナル音源ならではというほどの際立った違いがあったかどうかという気がしました。で、この意外な手応え感がすごいのは次の1951年8月31日のザルツブルク音楽祭でのライブも同じなんです。この演奏面白いのはこの時の演奏中の写真だけはすでにいろいろなところで使われていたんですよね。この1951年8月ザルツブルク音楽祭での大工という注意書きのある写真は私もかなり早い時期から目にしていました。ビデオ映像も残されているんでしたっけ。しかし録音としては結局これが一番最後に登場した。2000年私留学中でしたが、それでもこれ当時新譜で買いました。ただその時は留学先でフルトヴェングラーの CD を揃えていたわけではありませんから、バイロイトの大工と聞き比べしたわけではないんですけれども、このオルフェ1、聞いた当初からへえと思った演奏でした。これ全体を聞き終えて、今一つ決まり具合っていうのかな、その点では微妙に1月の演奏の方がくっきり、会所風のとは言っても、あくまでフルトヴェングラーにしてはですが、そういう押し出しの良さがありましたよね。そしてこの8月のザルツブルク演奏、全体としてメッケモノと言いたくなる魅力がある、これは間違いありません。1ヶ月前の EMI のバイロイト演奏よりもよほど引き締まりと凄みのある名演奏です。ただ第二楽章なんかちょっと聞いてて他にもっと上手くいってる演奏があるなと感じてしまう、まあこういうこともあるんだなっていう気がします。第三楽章もドラマティックな部分はとてもいいですし、四楽章もすごい盛り上がりです。ただどうもこの日はこうだったんだなという印象も大きいですね。個人的にですけれども、どうしても私世代の場合、まずバイロイト版を聞いて、大戦中のベルリン版を聞いて、ルツェルン版を聞いてという順序でしたから、これらの演奏をまず聞いた印象というのと比べてしまう、これも贅沢な話だと思うんですよ。それに私が小学校だった頃の発売状況って今では昔話に過ぎませんから、現在お話ししてもほとんど意味がない。もしかしたらこの1951年8月の演奏を最初にフルトヴェングラーの大工として聞く方もあるかもしれないわけですから。というわけでこの演奏全体としての完成度、感銘度、いやそこまで偉そうなことはとても言えないですね、聞こえ方かな、1951年段階ならではのくっきり押し出しの魅力はすごくあります。その上でフルトヴェングラーのあの当時の大工演奏の一コマを捉えた記録だなと思いました。いや聞いてて素晴らしい演奏ですよ。ところでこの演奏を今のところこのオルフェオ版が唯一の CD だと思います。これまだ聞いたことがないという方にはおすすめします。バイロイトの大工のちょうど1ヶ月後ということでも興味深い録音です。そしてもう一つ打足、かつてはこの1ヶ月前の演奏というと EMI 版のリハーサル主体編集版の演奏と比較していたんですが、今ではセンター版スウェーデンビス版と比べてみなければならないということになっています。こちらの方が当日の公開演奏ライブですから。というわけでこの3つを聞き分けていくという新たな楽しみもできましたね。さて続いてニコライの大工、1952年2月2日から4日までの3回公演です。
先にちょっとマニアックなお話をしておきますが、この演奏を収録録音したのは新 P の林さんのホームページを見てみますと、ロートバイスロートの収録ということになっている。戦後オーストリアに置かれていたアメリカ専用の放送局ですね。ソプラノはヒルデ・ギューデン。1953年ザルツブルク音楽祭ではフルトヴェングラーの指揮するフィガロでケルビーノを歌っていますが、ちょっとけたたましい感のある声の人だと思ってたんですが、ここでの大工の歌唱は見事です。そしてアルトはアンダイ、テノールがパツァーク、バスがアルフレード・ペル。参考までにこの演奏を終えた4日後の1952年2月8日から10日、世評高いベルリンフィルの創立75年コンサート、グラムホンや各国の協会筋からレコード化されているシューベルトの未完成、決定打として親しまれているこのブラームスの1番、ベートーベンの大風雅、オネゲルの交響的談笑などが演奏されています。さて、この1952年2月3日のオットー・ニコライ記念の演奏、林さんのサイトによると1975年頃らしいんですが、まず日本製のプライベート版レコード、そしてカナダのロココ版でレコード化されました。しかしその音質クオリティは決して褒められたものではなかった。私はこの演奏、檜山ディスコグラフィーでその存在を知りました。この録音、LP の発売点数が極端に少ないものでしたし、日本国内版もありませんでした。カナダロココ版で出ていたものの、ロココ原版の日本コロンビアからの発売はありませんでした。まあ日本版で出すにしては音の状態が悪すぎたんでしょうね。というわけで私、高校1年生で檜山ディスコグラフィーを最初から最後まで読むまで、私こんな演奏があることも知りませんでした。聞いてみたいなと思ってそれとなく探していたんですが、確か高田の馬場のサンディスクで見つけたと思います。2枚組で5600円くらいしたでしょうか。国内版のフルプライスくらいしたと思います。決して安い買い物ではなかったですね。しかもそうして買い求めたこのレコードの音が、実際に聞いてみるともう無音とした電気的なハム音とヒスノイズの中に埋もれた音で、とても明瞭度明晰度の高いものとは言えない。これは正直ちょっとがっかりしました。しかしこのような状態の録音であるのに、檜山康介先生はレコード芸術連載のディスコグラフィーの中でこう書いておられるんです。編者の知る限りではレコードはプライベート版、ロココ版の2種類しかなく、いずれも音が悪いが演奏は誠に見事なもので、あるいはクオリティの高いテープがレコード化されたならバイロイト版に被験する評価を得られるかもしれない。これ達見ですね。こんなひどい状態の音から、実は演奏そのものの見事さを聞き取っておられた目利き、いや耳の肥えた、それも違いますね、耳の鋭いかな、こういう熱心なファンの方がおられたんですよね。はい、しかし現在ではドイツフルトヴェングラー協会が初めてオーソライズ版 CD を発行しています。これがもう一聴してとにかく鮮やかでした。これまでのロココ版、ディスクルフラン版 CD とはもう段違い、桁違いの鮮明さを聞かせてくれた。というわけで、やっとここに至って、この1952年2月3日の大工の姿を優れたクオリティの音で聞けるようになった。
そしてこれが際立った名演奏であることがはっきりと伝わってくるようになりました。ちなみにこれ同じ高音質、同じマスタリング音源がアンダンテからも発売されました。ちなみにベストセラー作家の百田直樹先生もフルトヴェングラーについていろいろお話しさせていただいたときに、この52年2月3日演奏の第9を絶賛しておられました。あれが一番いいねとおっしゃってましたから。さて演奏ですが、決して先入観で言ってるわけではないんですが、これフルトヴェングラーが大病で衰えを見せる前の気力充実を色濃く捉えた演奏だと思います。私がフルトヴェングラーの傑作の森と認識している1950年51年そして52年夏前までの名演奏群の一角をなす録音です。これに尽きると思ってます。かといって演奏のテンポは大戦中のベルリンフィルのようなものではない。やはりバイロイトの第9に聞かれるような1950年代の風格を増したものです。ではこの他この後の演奏とどこが違うんだと思われるでしょうが、これ説明は比較的簡単です。まあ、全然説明になってないと思われるかもしれませんが、例えば1950年6月20日のベルリンフィルとのコンサート、これ名コンサートの一つなんですが、この日のヘンデルやベートーベン英雄の演奏に似ている。まずどっしりとして風格があるんですが停滞がない。そして音の打ち出しが非常に明快で、フルトヴェングラーの棒の分かりにくさ、曖昧さにオーケストラがひるんでおらず、アンサンブルがよく整っている。しかしオーケストラ主導の演奏というのではなくて、十分フルトヴェングラーの伸びやかさや細かな顎ぎこの動きにオーケストラが従っているんです。結果フルトヴェングラーではあっても踏み出しの良い、思い切りの良い、もたれのない堂々たる演奏になっている。そしてなおかつ演奏に熱に疲れたようなところがあった、乗った演奏として聞こえる。第一楽章からとにかく動じない演奏です。実はこれ EMI 版バイロイトの第9に感じられるようなラフさが全く感じられないと解説したんですが、もう今はこれ必要ないですね。EMI 版はほぼ全編がリハーサル風景であったことがはっきりしていますから、本当のバイロイトのコンサート演奏はまた別ですよ。この件については皆さんぜひこちらの動画をご覧ください。ただこの1952年2月3日の第9の演奏についてはあまり楽章ごとに特徴を述べることが難しいような気もします。もちろんそうすることも可能なんですが、全体に筆にどっぷりと墨を含ませて力強く一気に書き上げた書き初めのような迫力がある。EMI のバイロイトの第9に比べると、オーケストラのメカニズム、特に木管楽器のピッチはよほどしっかりしていますし、第2楽章のティンパニなんかかなり打ち込みが激しい、鋭いアクセントを聞かせています。第3楽章も綺麗なんですけれども、ちょっと録音の加減もあって、多少リアルに聞こえすぎる。バイロイト版のような幻想的な広がりを聞かせる演奏というのとは、録音を聞く上ではちょっと違って響くんですね。そしてこれまたゾロ録音の加減かもしれないんですが、この演奏全体的に鳴りの良い演奏です。それだけでなく弱音で緊張感や神秘性を聞かせる部分が他の演奏よりもちょっと少ない、そういう意味でも押し出しの強い線の太い演奏です。その線の太さが最初からフィナーレまで続いていく、たくましい有根な演奏です。そうした特徴を私1950年6月20日の英雄なんかに似ているなという風に感じる。フィナーレは声楽も加わってきます。この4人結構調和の取れたアンサンブルを聴かせてくれる、バランスがいいんですよね。テノールのパツァークはちょっと私の好みからするとやや柔らかすぎるように思うんですが、4人が同時に歌う部分のバランスは見事です。それからもう一つ気になるのは、第一楽章から第三楽章は非常にクオリティの高い音質で聴けるんですが、第四楽章の歓喜のテーマが低減から始まって徐々に盛り上がってくる部分あたりからちょっと音のタッチが変わってきます。なんというのかこうザラついてくるんですね。オーバーレベルというのか入力過剰というのか、全体の響きが歪んだように聞こえるんです。これちょっと気になりますね。フィナーレ締めくくりの部分なんかもう音割れしてるんですが、これはもう初出のロココ版 LP、 それからディスクルフランの CD などいずれの音源でも共通しています。もうこれオリジナルの音源がこういう状態だったっていうことなんでしょう。この1952年2月3日のウィーンフィルトのベートーベン第9、気力体力ともに充実した時期のフルトヴェングラーが力強くオーケストラとコーラスを導いた、牽引していく様子に怒涛の気迫迫力を感じさせてくれる。もう迷いのない進行、
堂々とした安定性と、かつ迷いのない進行、堂々とした安定性と、フルトヴェングラー特有の伸びやかさを聴ける卓越した演奏です。過剰な賛美だけにならないように、もう少し演奏の特徴を説明しておくと、その代わりに幻想的な広がりだとか深遠なスケールを感じさせる演奏というのとはちょっと違う。対戦中のベルリンフィルトの演奏や最後のルツェルンの第九のような演奏とは、例えばエジプトのギザに大きなピラミッドがどんどんどんと2つ3つ並んでそびえ立っている、そんな壮観さと、それぞれが違う位置や様相、佇まいを見せている、そんな連想をもたらしてくれます。ルツェルンの第九の面白さの一つに、古くからの伝統を背負っていない、完全に戦後になって新しくできたオーケストラのレコード録音に適した機能性を兼ね備えた、その上カラヤンに育てられた、いわば近代的な技術的水準を持つオーケストラをフルトヴェングラーが指揮しているという点があるんですが、このウィーンフィルトの第九はウィーンフィルトを成し遂げた最も雄弁力強い第九の姿が聞けると思います。その意味でやはりこれは絶対に欠かすことのできないフルトヴェングラーの代表的な名演奏の一つであると申し上げておきます。現在聴くことのできる CD はそう多くないです。よって選択肢も多くない。基本的にドイツ教会版とアンダンテ版はもう同じものですし、ターラが出した SACD ハイブリッド版も今では貴重なものですよね。あとこのボックスもののオルフェオやそれからミュージック&アーツ版もありましたっけ。ただしこれ以外のドロドロ音源の CD はもう今更わざわざ探し出して聞き直す必要ないと思います。そして実はもう一つ非常に高音質のクオリティの音源を聴ける手段があります。YouTube なんですが、かつて夜半のピアニッシモというマニアックで、しかも大変面白く有益な情報満載の上、誰でも音源を自由にダウンロードできるっていう夢のようなヒストリカル音源紹介のサイトがあった。残念ながらこのホームページなくなってしまいましたが、今このサイトの主催者だった石村さんの YouTube チャンネルで、驚くような高音質の音源によるこのニコライの第九が公開されていますので、おすすめしておきます。リンクは動画説明欄をご覧ください。さてでは次に1953年5月末の演奏に行きましょう。これ非常にややこしい記録なので、まず演奏データをご紹介しますと、1953年5月29日、30日、31日は午後3時と夜7時半の2回公演。そして6月1日にはリンツでも演奏されていますが、まあこれはいいでしょう。つまりウィーンで3日間の間に4回の第九公演が持たれた。そしてこのターラから発行されたトレマンの演奏会リストを見てみると、5月30日の演奏がラジオ放送されたとあります。これを信じるならば、これまで流通最も早い時期からレコード化されてきた演奏がこの日のものということになるのではないでしょうか。でややこしいのは、2009年2月にこの同じ1953年5月末のデータを持つ全く別演奏のこの期間中のもう一つの第九の録音が登場しました。これまた後でお話ししますが、従来のものとは全く別演奏です。幸運にも我々この時の合計4回の演奏のうち2回の演奏を聞くことができるわけです。最初にお断りしておきますが、この2つの音源、誰が何と言おうと全くの別演奏です。本来新たな音源の登場を歓迎すべきものを、何の役にも立たない嫉妬で正当な理由もなく難癖をつけるなんていうのは最低の振る舞いです。はい、ではまず大変高いクオリティの音源で聞くことのできる1953年5月31日の演奏、31日というのはこの日本教会 CD のブックレット表記、ただしドイツグラマフォンでは5月30日、同じくオーストリア放送協会の正規の音源を使用したアルトゥス版も5月30日の表記になっています。もちろんこれらはいずれも全く同じ演奏です。手っ取り早く言いますと、第4楽章のティンパニーがめちゃくちゃな叩き間違いをしている方の演奏です。
これ聞いてみますと、第一楽章の進み方など52年の演奏に比べてもっと歩みが複雑です。一旦音楽が始まる、一回盛り上がりがあって再現されたり、新たなテーマが始まるごとにテンポがやや落ちて、そこからまた仕切り直しみたいなところがある。52年版とあえて比較するからそう思うのかもしれませんし、それとも単にたまたまこの日の演奏がそうだったのかもしれないんですが、1953年5月の演奏にはやや歩みに滞りがなくはない。まあそこがまた面白いんですけれども、そう言って悪ければ、やはり1952年版の第一楽章の方が迷いがなくて、より一本ドシンと力強い頑強な勢いがあります。しかしくれぐれもその勢いというのがテンポの面だけではないということもお話ししておきたい。ただ第二楽章のキレや勢いはこの53年従来版いいですよね。これは単純に比べるわけではありませんけれども、さっきの52年のニコライの第九よりも演奏として優れていると思います。そして第三楽章ものすごく綺麗なんですけれども、やはりこれ録音が良いというのが微妙に逆に作用するところがあって、細かい部分が聞こえすぎるというのかな、これホールで聞いたらどう聞こえたんだろうと感じてしまうんです。すごく生々しい音に取られてはいるんですけれども、鮮明だから生々しく聞こえるから良いというものでもないんですよね。どうしてあのリラックスしすぎた、あえて言うなら弛緩したところさえ感じられる EMI のバイロイトの第九の第三楽章があれだけ幻想的に他と際立った雰囲気があるのか、これ響き方聞こえ方なんですね。もちろん演奏そのものにも広いだ雰囲気というのはありますけれども、これお客がいないからこそ、そして全体がフォーカスの甘い音だからこそ、かえって音楽的に感動的に聞こえるということもあるんです。それから私にとってこの1953年の大きな魅力の一つ、ソプラノのイルムガルト・ゼーフリートの見事な歌唱ぶりです。これ私個人的にはシュワルツコッフよりもゼーフリートの方が好きかもしれませんね。さてもう一つ、この1953年版5月30日そして31日と想像される2つの演奏が話題になっていますが、これは間違いなく2つの全く異なる別演奏です。この2つを聴き比べて、新しくリリースされたこのドリームライフ版、そしてもう一点この ICA 版、さらに日本のフルトベンガラーセンター版の演奏を、それまで出ていた従来の演奏に手を加えたものだなどと強引に説明付けしようとする動きもあるようですが、私からしますと、どう聞いたらこの2つの演奏が同じものだと言えるのか、その方が判断に苦しみます。従来から親しまれていたドイツ、日本の両教会版、フランスのロドルフ、グラムホン版、日本のアルトゥス版などの CD を聞いてみますと、第4楽章164小節からのティンパニーにちょっと考えられないようなミスがあります。164小節からティンパニー奏者が213小節以降のリズムを叩き始めるんです。これ相当なミスです。おそらくフルトベンガラーもオーケストラも、そして聴衆も凍りついたと思います。特にフルトベンガラーは血の気が引いたのではないでしょうか。これからどうなるんだ、どう戻すんだという恐怖レベルです。こんな演奏ちょっと世界で2つとないんじゃないでしょうか。ウィンフィルでさえこの当時こんな世紀の大ミスというのがある。そして後になって登場したドリームライフ版 ICM 版にはこのミスがありません。ちょっと手を加えた程度で修正できるミスではないんです。この他にも演奏上のニュアンスの違いですが、ネットのどこかに音楽ファンによる聴き比べた上でのズレやミス、聴衆ノイズを交えた具体的なレポートがありました。これすごく的確で私感心したんですけれども、こうして明らかに違いのある別演奏なのに、それを同じものだ、同じものでなくてはいけないと決めつける側の方に問題があると考えています。はい、この新たに発見された別日演奏ですが、やはり音の状態は従来版ほどではありません。ただし聞いていると演奏そのものは従来の5月版よりも骨太でしっかりしたところがある。動じないと言いますか、全体の作りがより一層堂々としているように聞こえるんです。基本的なテンポの安定感も優れている。
録音がいかにも鈍いんですよね。残っていたのはもちろんありがたいんですが、例えばこれ前述のバージョンくらいのレベルの音で残されていたら、これ評価がガラッと変わっていたと思います。これも歴史の巡り合わせですよね。もしかしたらより優れた演奏だったかもしれない日の演奏がこうしたもごもごした音で残された。そして今現在我々はその両方をこうして聞くことができる。簡単には言えないでしょ。これどちらかを先に聞くとなれば、入手のしやすさとか音のクオリティからしても当然アルトゥス版、ドイツグラモフォン版をはじめとする従来の演奏がまずファーストチョイス。しかし演奏内容ではこれを超えるかもしれないとなると、このドリームライフ版、 ICA 版も聴かないではいられなくなりますよね。ここが面白いところなんです。さて本編中ではありますが、ちょっとドロマニコーナーに行きましょう。この当時新登場の1953年5月版、世界初出はこのドリームライフ版ですね。実はドリームライフではワルター、シューリヒト、クレメンス・クラウスなどのシリーズが出ていましたが、これらのシリーズには初出音源も含まれていて、それまで出ていた音源であっても圧倒的に音が良くなっているものがあった。実際に ORF、オーストリア放送協会とのライセンス契約で出されたものですから、本物の音源を使っているんですよね。というわけで、その流れでフルトヴェングラーもこの1953年5月の第9をオリジナルの音源から新たにリマスタリングして発売しようということで、 ORF からサンプル音源の CDR の状態で取り寄せた。ところが届けられた CDR にはこれまでとは全く違った第9が入っていた。そこで関係者の間で主張が繰り返された。これ明らかに以前のものとは別演奏だよねということになった。オーストリア放送協会に再確認しても、これしかありません、これで間違いありませんという返事が返ってくる。というわけでこれが結果的に世界初出の音源、初公開 CD 化ということになったわけです。しかしその後すぐ ICA もこのように同じ演奏を CD 化した。私自身はこちらの方がわずかに聞きやすいかなと思っています。そしてこの後、日本のフルトヴェングラーセンターがこの2つのほぼ同時期の大工を CD 2枚組セットで会員向けに頒布した。しかしこの時は新登場音源の方はこのように ORF のライセンスを受けた正規の音源でしたが、従来の教会ドイツグラモフォン系の演奏の方はドイツ教会の頒布 LP の板起こしとなった。これに関しても何のかのとあらぬ噂を振りまく向きもありましたが、これ簡単です。すでにオーストリア放送協会 ORF にはヒストリカルのウィーンフィルの音源が保存されていないんです。1992年のドイツグラモフォンのウィーンフィル150周年エディションの時にはまだライセンスが可能だったのに、最近いつ頃だったのか、ウィーンフィルが自分たちで CD リリースするからと放送局所蔵の貴重なウィーンフィルのライブ音源を引き上げたという話があります。なので皆さん、数々興味深いウィーンフィルのライブを盛んにリリースしておられたアルトゥスさんにしても、他のレーベルであっても、最近ウィーンフィルのヒストリカルライブの CD の発売が止まったと思われませんか。なのでセンターさんが従来版をドイツ教会の LP 起こしで出すしかなかったというのにはちゃんとした理由があるんです。これをいかにも訳ありのように、事実と異なる推論をいかにも意味ありげに広めるなんていうのは私悪質だと思ってます。そしてなおのこと、この新しく登場した演奏を以前出ていた音源に手を加えたものだなどと何の根拠もない話を流布させるなんてありえないことです。第一楽章の最初のトゥッティからオーケストラの音のため具合が全然違っていて、フルトヴェングラーの演奏によくありがちなことですが、微妙な弦楽器のズレがあったりする。それがこの2つの演奏でまるで違ってるんですね。第1、第4楽章のティンパニーの大ミスをどう修正するんですか？どこをどう取って何らかの手が加えられているなどと言えるのか？事実を歪曲するために誤った情報を与えるなんて、これはそもそもヒストリカル演奏に対峙する基本的な姿勢が間違っています。とにかく改めて皆さんにお知らせします。この従来版と新しく登場した2つの1953年5月の大工、全く異なる別の演奏です。皆さん安心して2つの演奏をお楽しみください。
ついでながら1951年のバイロイトの第九ですが、もはや EMI 版の大部分がリハーサル風景なのは明らかです。フルトヴェングラーセンター、そしてスウェーデンビスから登場した音源が正しく1951年7月29日お客さんを前に行われた公開ライブの演奏です。ただし演奏内容は別ですよ。無観客のリハーサルであるがゆえに、リラックスした独特の広がりのあるリハーサル演奏を巧みに編集した素晴らしい成果のレコードです。 EMI 版というのは無観客のリハーサルであるがゆえにリラックスした独特の広がり感のあるリハーサル演奏を巧みに編集した素晴らしい成果のレコードです。一方センター版、ビス版で聴けるのはフルトヴェングラーにしてはかなりソリッドな鋭い傾向もある演奏です。音楽祭のための寄せ集めオーケストラ、普段たびたびフルトヴェングラーの指揮で第九を演奏している常設のオーケストラとはやっぱり違うんですよね。そしてここでもまたユニークな演奏が聞かれる。どちらがお好きでどちらを高く評価されてもいいと思います。なぜならこれらは2つのほぼ全く異なる演奏だからです。もうこの EMI 版とセンター版には何の疑問も問題点もありません。これまた皆さん安心して当日のドキュメント的演奏とレッグが作り上げたレコードとしてのバイロイトの第九です。この EMI 版、レッグが編集して作り上げたレコードだったからこそ、これは世界的な大ヒット、ベストセラーになった。それが後の時代のフルトヴェングラーのライブ音源の発掘につながったわけですから。まあこれに関してお話ししたいことはたくさんありますが、とりあえずは私のこの以前の動画をご覧いただきたいと思います。さて、というわけで今日のまとめに行きましょう。今回聞いて意外な熱演ぶりに驚かされたのは1951年1月のライブでした。そしてあのバイロイトの第九の1ヶ月後に演奏されたウィーンフィルトのザルツブルクライブ、これまたフルトヴェングラーの傑作の森の中で重要な位置を占める、バイロイト版以上にフルトヴェングラーの刻印特徴が見事に現れた名演奏です。そしてこの2つを比較するならば、夏のザルツブルクでのライブはなお真の強さを聞かせつつ、1月の演奏よりも和らいだところもある、柔軟性がありますね。そしてニコライの第九、ますます風格を増して突き詰めるクライマックスの決め具合が雄大な別格の名演奏です。1953年5月末の演奏、これまた揺らぎのフルトヴェングラー、その日その日で明らかな違いを聞かせる演奏です。そして音はやや頼りないものの、新たに登場したライブ、演奏のシーンはしっかりとしたものです。そしてこの2つ、個人的に大好きなゼーフリートの声に聞き惚れるような素晴らしさがあります。従来版ですけれども、現役版で手軽に買えるのはこのアルトゥス版ですね。これはボックスセットですけれども、単独の CD も発売されています。充実した解説も含めてこれおすすめしておきます。私が YouTube の音源をほとんど信用しないこと、すでに出ている CD のコピーと思われるような簡便 CD を信用しない理由の一つがこれです。ヒストリカル録音を正しくあるべき音源で確かなものとして聞くためには、アルトゥスみたいに音源の出処も CD 制作の過程も明確なものを重要視するからです。今や数百円でそれなりの CD が手に入ります。しかしそこに入っている音楽、演奏を聴こうとするときに、いかに信用のおける CD を手にするか、入手するローを取るかとなると、これは聴き手がその演奏や音楽にどれくらいの愛情を寄せているかということにも関わってきます。安い版でも同じ演奏を聴くことはできるでしょう。これって何を食べるのか、素材や調理に手をかけた料理を食べるのか、どういうクオリティのワインを選ぶのかに似ているかもしれない。そしてこうしたレーベルの CD を買うと、その後さらなる興味深い CD のリリースにつながってくる。もちろん CD レーベルも様々です。お金目当てのレーベルもあれば、特価へ引っかえ同じものをわずかに音質を変えて出すところもある。
そして本当にヨーロッパの放送局にアクセスして、これまで未発表の音源をリリースしようというレーベルもあるんです。私現役のレーベルであれば、こうした点も見極めた上で、そしてあくまで内容重視で皆さんへのおすすめを紹介しています。わずか2年ちょっとの間にウィーンで演奏された5つのフルトヴェングラーの大工、この間にも時代の流れというのはあって、フルトヴェングラーの演奏にもそれぞれの出来栄え、それぞれの世界がある。とにかく私これ贅沢だと思います。フルトヴェングラーの定番レパートリーのベートーベンの大工、歌い手の組み合わせが微妙に異なるものを含めて5つの演奏を聴き比べてみることができるんですよ。どうか皆さんご自身で皆さんのお気に入り、聴きどころを見つけていただきたいと思います。今日お話ししたのはあくまで私の主観です。もしかしたら皆さんは51年の演奏を荒っぽい、52年の演奏をなんだかパッとしないと思われるかもしれないんです。自分の全てを託すことができると思えるほどの素晴らしい演奏がどこに隠れているかわからないんです。コメント投稿をお待ちしております。あと高評価も。